番特徴に挙げられるのは、メロディーですね、メロディーライン、そのメロディーラインを変な言い方すると使い回しするわけですよ。このメロディーをここで使った。でよく考えると、あ、ここでも使ってる、あ、ここでも使ってる、でも歌う人は違ってる、うん、あ、ちょっとテンポも違ってる、うん、あ、伴奏が違ってる、あ、でもメロディーは同じだっていう使い方が非常に上手です。さっきのところばっかりなっちゃうのですが、さあ入りなさい、表は寒い、これは司教が歌ってますよね。ならない痛みと悲しみ、これ実はマリウスの曲なんです。というのは実はね、昔の演出版のまではキーは同じだったんです、その新演出版になってからこのマリウスの方だけが半音だけ上がりました。あのカフェソングというのは2幕のもう後半の方にある曲ですから、でその前にある曲とその次のある曲とのその間にある曲ということでそのキーを選定する。あともう一つはマリウスという役の方々のいわゆる音域として本当に半音違うだけで随分響きがしっかりしてくるので、それは どこかというと、新しい世界をまぶたに描いて、新しい、このこれがこう歌うのと、新しい世界を、全然また違うんですよ。まあその話で言えば、ジャン・バルジャンの Bring Him Home という曲は、もちろんオリジナルは、キーで言うと A という、A というキーなんですけど、そのバルジャンの、ある意味でのそのパーソナリティというか、個性を生かして、半音から一音のあれを許すよと。でも今回の新演出版になってからはこの歌には前後の関係から考えてもこのキーであるべきだという発想のもとに全てのバルジャンは同じキーで歌ってます。昔はこのキーもありました。今はやっぱり神との対話をするにはこのキーですね。特にバルジャンは囚人でいた時から最後死に至るところまでの経過がものすごくやっぱり年数経ってますから、そこでやっぱり彼自身の持ってる考え方も変わるんですけども、声も変わっていかなきゃいけないと。2幕の方のキーは皆さんおっしゃるんですけど、1幕と比べて割と高いところで歌うのが多いんですよ。2幕の後半のバルジャンの歌は非常に難しいです。声のこうテクニックというか変化というか音色の作り方ということをもうその都度その都度考えていかないといけないわけですね。ですからそういう稽古をするわけですよ。ただ譜面があってそれを読んで歌詞を当てはめてというところがスタート時点ではありますけれど、レミゼに必要な声を作っていくわけですね。まあこれはいろんなミュージカルがあって、それは皆さんやることなんですが、やっぱりこれだけ壮大なミュージカルだとそのことが非常に大きな要素になってくるわけですよね。